爽やかな風がピッチを通り抜けていきます。フットボールファンの皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。インターナショナルリーグ第14節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。さあ、キックオフです。ヘッド、おっと、ファールを取られました。突如としてトップスピードに乗ります。さあ、スローインです。10分過ぎました。主審、笛を吹いた。さあ、ここから棒を攻める。いいパスが出た。これはゴールキック。横にそれてしまった。ドリブルで上がる。ガンガンプレスをかけます。よくしのいだ。さあ、チャンス到来。ゴール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 。ダイナミックゴール。さあ、もう一度見てみましょう。蹴り込んだ。動き出しが素早いです。ごっちゃんゴールか。これは決めて欲しかった。出た。キラーパスになるのか。預けて、キーパー間に合うのか。果敢にスライディング。ここで前半終了。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は1対0。さあ、中西さん、ここまでの試合どうご覧になっていますか？そうですね、もっと早い展開の攻撃を意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後の試合をお楽しみください。後半戦キックオフ。スペースができている。シュート。コーナーキックを得ました。
さあチャンス到来。シュート。キックミスでしょう。マイナス方向へのパス、繋がればチャンス。さあここからどう攻める。ヘッドパス、最終ラインの押し上げが速い。後半25分、シュート。これはゴールキック。あー、この、言いたいけど言えない。交代選手がウォーミングアップを始めたようです。スペースを埋めないと。ハーポストを狙った。ハーポストジャンプ。オフサイドはない。見たか、ゴール。着実に点を重ねます。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ。前が空いた。ホイッスルが鳴りました。試合終了です。粘り勝ちです。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか？はい、非常に見応えのある試合でした。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。